つえすぎは、徳島県明財郡上山町に所在する高野山、新言宗の寺院。本尊は、地蔵菩薩。工房大師伝説の残る四国八十八箇所、霊場番外札所である。工明院四行八連大古寺と刻まれている最初に、四国八十八箇所をめぐった伝説の人物とされる、江門の三郎の終焉の地伝説が残る場所に立つ寺院である。 伝説によれば、平安時代前期の天長年間に、伊予国の人であった、江門の三郎は、四国巡釈中の愚法大使に行った、無礼な行いを浴びるため、工房大使を追って、旅に出たという。21回目に逆回りを行っている途中、四国88箇所12番、札所焼山寺近くのこの地で力尽き病に倒れた。そこに、弘法大使が現れ、江門の三郎は、 比例をわびた。大使が、エモンのサブローに、大世の望みを聞くと、生まれ変われるなら、河野家に生まれたいと望んで池を引き取った。そこで、大使は、エモンのサブロー再来と書いて、左の手に握らせた。天朝8年10月20日のこととされる。大使は、エモンのサブローをこの地に葬り、墓標として、エモンのサブローが、辺路に使用した杉の杖を立てた。 これがやがて根を張りすぎの大木となったという。この地に、岩が設けられ、伝説にちなんで杖杉庵と名付けられた。なお、伝説の大杉は、江戸時代中期の享保年間に消失したとされる。この頃に、京都人名人より、江門の三郎に、光明院四行八連大古寺の開名が送られた。以前はここに住職がいたが、現在は、無住となっており、焼山寺が管理している。 なお、農協員は、焼け山寺で受けることができる。ありがとうございます。